ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日はですね、コメントいただきまして、KH さん、いつもありがとうございます。 KH さんからですね、30代の男性ですと、自分がタイプ2かタイプ8かで迷っていますと、成長してタイプ2に近づいたタイプ8なのか、タイプ8に近づいたタイプ2なのか、見分け方はあるのでしょうかと。で、以前はエニアグラムのセミナーでタイプ8と診断できたのですが、そのタイプ8がとっつきにくいとか、いやボスと書かれているのを読むと、なんか違和感があると。で、恥ずかしながらその人を依存させて支配したいという気持ちはあるのですが、これは2の傾向なのか、要はタイプ8のボスでいうところの守るなのか、タイプ2が健全度の低いタイプ2でよく書かれている人にやってあげるやってあげるやってあげるっていうのは、その人に依存させる頼らせるっていうことで自分のプライドを保つみたいなところが出てるのか、ちょっと迷っていますみたいなのをいただきました。どちらも支配ですからね。コントロールコントロールどこでもあるのかなって。僕タイプ6なんですけど、タイプ6と思ってるんですけども、やっぱり頼られるのは僕も気持ちいいと思うので、気持ちいいのは多分どのタイプも気持ちよくて、はい、8の人はだから力による支配じゃないですか、はい、で2の人は依存させることによる支配じゃないですか、はい、タイプ8とタイプ2は、統合の方向、統合の方向でつながっている、統合の方向と分裂の方向、分裂の方向で見分け方があるのか、以前ここの動画で概要欄にも貼っておくんですが、その私の知り合い、会社の取引先の人でタイプ2かタイプ8か僕もわからないから調べますって言った動画概要欄に貼っておくんですけども、その方も基本は結構笑顔なんですね。明るい感じ、常に笑顔でガハハって笑う、で野球が好きで、結構ずっとお金もらえないのに毎週日曜日にチームの野球の監督をしていてとか、じゃあその県の野球連盟の理事になってみたいなことを毎週日曜日に行って無償でやってるっていう方なんですが、そのデンとした感じ、どっしりした感じで怒る、結構とっつきにくい雰囲気もある、見た感じはジャイアンの体型でデーンとしていて、体型でバイアスかかる、体型でバイアス、そう、はい、体型でバイアスかかることもありますよね。そうですよね。よくガッツセンター891の人って、体型にも、こう大きい、どっしりした感じ、あるので、そういうなんかどっしりした人を見るとガッツセンターっていうバイアスが私の中ではかかってしまって、8か2かっていうところはあります、はい。なのでこの KH さん、でも体型わかんないですよね。体型わかんない、でも2か8じゃないですか。で、健全度の高い8か、健全度の低い2かですよね、はい。で、健全度の低い2だと厄介な人だとは思うんですよ。で、健全度が高い8だったらいい感じの8じゃないですか。その辺はあると思うんですよね。いい人、健全度下がるとどのタイプも悪い人じゃないですか、嫌な人、嫌な人、とっつきにくくはなりますよね。とっつきにくくはなる、なのでこう8の人でも健全度が高ければとっつきやすくはなると思うんですよ。うちの親父、よく出るうちの親父タイプ8ですけど、機嫌のいい時はこうニコニコして明るくて、いろんな社交的でいろんな人のところを話しかけて、いろんな人と飲みに行って、飲みに行った先の人と仲良くなったりするんですよ。で、この辺ってこう自己主張だから、こういろんな人のところに、でこう楽しい話をしてお酒飲んで仲良くなってみたいな。でもタイプ2の方も、なんか本によっては、いや4つつながるじゃないですか、1つのタイプで、ウイングと、統合と分裂と、でその全部が何て言うんでしょう、フラットで出る、要は落ちたからそうなるじゃなくて、その
いろんな部分を使いながらやってるよっていう書いてあるのもあって、確かにその私がタイプ6、タイプ3に、いやそれはなんかこういう状況になった時はタイプ3っぽくなる、いやあのちゃんと計算して分その合理的に考えてこれを、ね、ちゃんと真剣に集中してやるみたいな時は別にあの悪くなったんじゃなくて、そういう時もあるよねって思うんですね。この落ちた時悪くなる、はい、3の悪いところが出るわけじゃないですか。3の悪いところですね。3の良いところじゃなくて3の悪いところ、悪いところ、はい、がこう分裂の方向って言われてるもので、はい、なのでこうつながってはいるので、つながってはいるし、全てのタイプの人が全てのタイプの要素を持ってるので、はい、まあ、そういう部分もあるのか、まあ、デフォルトの状態ですよね、はいはい、基準がそこで時折そういうのが出るのか、はい、うん、あと、こちらが、はい、こちら、うん、あの最新のエニアグラム最新刊、エニアグラム界隈の最新刊、令和2年10月30日発行の、対人コミュニケーションの人間学、鈴木秀子さん、そうですね、にエニアグラムによる自己分析と他者理解、これあの鈴木秀子さん監修で、片岡由香さん、上田英子さんという方が書かれた、なので鈴木秀子さんが監修したエニアグラムの最新刊からですね、うちも監修してほしいですよ、はい、怒られそうですけど、ね、でも監修して直されるんですよね、きっと。そこはそうじゃないとか言って、だと僕ちょっと疑っちゃう。でも鈴木秀子さん監修って出せるんですよ、それは強いですよね。タイプ誤認を防ぐ質問票っていう項目があって、タイプ2、タイプ8それぞれで、7つの質問をするので、その質問にピンときた方が主のタイプなんじゃないかみたいな質問をさせていただきます、まあ、主の方を探す、そうですね、これ主の方を探すって意味ですもんね、なんでそのどっちか主の方を探してみませんかと。多分健全度ってこう上がったり下がったりするじゃないですか、はいはい、なんで時折出るのは多分違うと思うんですよね。そうですよね、で多分読んでピンとくる方がそうだと思います、自分はあのタイプ6のところを読んでピンときます、あの統合分裂の方向を読むとあまりピンとこない、なんでまずタイプ2のチェック、タイプ2は人を見ているだけでその人が何を必要としているか、その潜在的な欲求まで分かると言われます、具体的な例を挙げて話してください。でこれがまあできるかどうかって話ですね、で2番、タイプ2は深層心理では見返りが欲しいために人に何か与えると言われています、人を喜ばせるとあなたにどんな満足を与えてくれるでしょうか、3番、タイプ2はプライドが高いと言われています、その点で思い当たることを話していただけますか、4番、人に何かしてあげることができるという感覚について思い当たることを話してください、5番、もし誰かに何かをしてあげようとしたときに拒否をされたり、あなたがしたことが迷惑だと言われたらどうなりますか、どんな感情が湧き起こってきますか、6番、タイプ2は相手を喜ばすために相手に自分を合わせると言われています、その人の関心事や趣味、思考、欲求に自分を合わせて情報を集め会話や行動を取ることがありませんか、7番、タイプ2は他の人の必要は分かるのに自分自身の必要が分かりにくいと言われます、あなたの本当にしたいこと、向いていること、好きなことは何ですか、で今この7つの質問をしましたが、なんかこれ答えれるな、答えれるな、みたいなのがあれば、そうなんだと思います。2番だと。なんかこう上手な質問だなと思いました今。これ聞いてて。ああ、なるほど。で、タイプ8。
タイプ8は白黒はっきりしていると言われますが、うん、それについて話してください、うんうん、2番タイプ8はこの世は弱肉強食だと感じていると言われています、うん、そのことについて話してください。3番何かに対して復讐すること、うん、あるいは復讐したいと考えることが、うん、あなたの人生に影響を与えていると思えることがありますか、うん、4番タイプ8はすぐに怒りを表すことができると言われています、うん、どんな時に怒りが湧いてきますか、それは他の人にどんな影響を与えますか、うんうん、5番タイプ8は外から見ると攻撃的だとか支配的だとか怖い印象がありますが、タイプ8にも弱さもあります。あなたはどんな人に対してなら悲しいとか傷ついたとか弱さを持っているということを見せることができますか。またタイプ8は優しさを隠すと言われますが、なぜ優しさを隠そうとするのでしょうか。6番タイプ8は非常に強いエネルギーの衝動を過剰に持っていると言われています。それについて話してください。7番タイプ8は親分肌、姉御肌と言われ、面倒を見てもらった人にはとことん尽くし、自分を慕ってくるものをとことんかばうと言われています。そのことについて話してください。で、あ、これなら答えれるっていう、この今挙げた7つ7つの質問に対して、例えばタイプ2のあこれとこれとこれとこれ、あの5個答えれる、タイプ8の方に1個かな、だとしたらタイプ2ではないかっていう、やっぱこの基準となる基礎となるところの質問ですね。そうですね、そこをまず探しましょうと、落ちて8になったとかじゃなくて、で多分このまあ、先ほど隊長もおっしゃいましたが、どのタイプも全ての要素を持っているし、まあ、本によるとそのつながった4つは全て基本出てくる、で使い分けてるなんてのを書いてるのもある。でその落ちたり上がったりした時も、はい、その基礎はあるわけじゃないですか。もちろん、もちろん基礎を持って落ちてるので、はいはい、例えば2が落ちてちょっと攻撃的になったとしても、はい、そこにはこう愛を求めてるみたいなところがあったりするじゃないですか、はい、だって8の人が怒るときって自分のこう支配できないみたいな、うん、自分がこう、まあ、白黒はっきりしてるんで自分がこうだって思った反対意見に対して怒ったりするじゃないですか、はい、なのでそういうところが違うのかなっていう。なんで私今この8のタイプ6、うん、まあ、8の質問を見ても、うん、多分何を言ってるんだいって、うんうんうん感じなんですね、うん、あ8そういうそうそうみたいな感じで思いました。あ、そうか、そう、あ8だとそうなんだろうなぐらいで、そうそう、こうなりそうだなみたいな、うん、あなたは答えられますかって言われると、うんうん、答えられない。自分はまあ関係ない、あの復讐って言われても何のことかわからないって、うん、あ8の人は復讐しそう考えてそうみたいな感じ、はい、まあ、他人事的な感じで捉えます。私の場合、うん、タイプ2の質問を読むと、うんうん、なんかその人に合わせるとか、うんうん、その融和の部分で、うんうん、要は場を見てところ、うん、場を見てのところで一緒になっているので、うんうん、タイプ2の質問は何個かは答えられるなでは思ったので、うん、どちらかが分かりませんでしょうかと、うんうん、こういうね、例えばうちの親父でも自分は怖いって思ってないですからね。あ、なるほど。そう、圧を与えてるとかそんなに思ってない。自分は楽しい人間だと思ってるんで、明るくて楽しいみたいな。なるほど、うん、自分がそんなにこう威圧的に人に振る舞ってるとは思ってない。そう、うん、っていうと、まあ、私も自分のことをポジティブだと思ってるので、うんうん、あ、そうそうそう、そういう印象もあるので、はい、その辺難しいですよね。でも多分人から見ると、いや、あなたはストレートにポジティブじゃないよっていうところですもんね、うんうん、その辺があるので自己診断が間違いやすいみたいな。あ、そうですね、うん、ちなみにこの新しい対人コミュニケーションの人間学、うん、例えばちょっと面白い項目としては、うん、タイプ2、うん、最初にタイプ2だと思ったっていう人が最終的どのタイプだったのかっていうパーセントが出ていて、うん、初めにタイプ2だと思った、うん、あ、面白いですね、それ。人がタイプ2だ、本当にタイプ2だったパーセントとしては 65%、うん、で多い順で
タイプ7、うん、タイプ9、うん、タイプ4、タイプ1、うん、で並んでます、うんうん、で自分が初めにタイプ8だと思った、うんうん、タイプ8だと思った人が最終的にどのタイプだったかを見ると、うんうん、最初にタイプ8だと思ってそのままタイプ8だったパーセントは 37%、うん、低い。やっぱり、ね、あの自分のことをこんなに癒す的じゃないと思ってるんでしょうね、うん、そんなにこう人を脅してるつもりもないないで、うん、タイプ8の順番でいくと、うん、まあ、1番が 37% でタイプ8、うん、次がタイプ6、うん、タイプ6が 16.5%、うん、でタイプ1、うん、16%、うん、でタイプ4、タイプ7、タイプ9がまあ1%、うん、その、1桁台で並んでるみたいな、うんうん、ところなので、あ、タイプ6の人がタイプ8って勘違いする、あ、タイプ8だと思った人が最終的にどのタイプだったか、うん、なのでタイプ6の人がタイプ8だって勘違いしてるってことですね。あ、そうですね、うん、はい、っていう、うん、ちょっと、うん、なのでタイプ8の人は、うん、その自分のことをタイプ8だと思わない、うん、思わない傾向が あるっていうのが、うんうん、まあ、多分こうとっつきにくいとか書かれると、いや、そんなことないしって。あ、そうです、そう、うちの親父とかもそうやっていろいろすぐ仲良くなったりするじゃないですか。だとすると、うん、今ふと思ったのが、うん、そんなことないしって、そう、威圧感を持ってるのが嫌だと思ってるんですよね。そう。で、そんな威圧的だと思ってない。で、うん、私タイプ6、うん、もしか自分がタイプ8だと思ったとすると、うんうん、そうか、俺強いんだ。あ、そうそうそう。って思うと思う。いや、その、いい方に目が行くんですよ。タイプ8の。うんうんうん、だとすると、うん、ケイチさん、タイプ8なんじゃないかって。8かもしれない、ね。要は、タイプ8、俺そんなに威圧的じゃねえけどな。うん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 、で、その、タイプ8の負の部分に、うんうん、を嫌だと思う。結構ありますもんね。はい、僕は6、そう、6の嫌なところが、僕にある、うん、あのタイプ6、うん、こんなはずがないって思ってるので、うんうん、いつもこう話を、まあ、コラボしてる金券のとこのコータ、はい、もう7の嫌なの、あ、こんなんじゃないしみたいな。そうですね。7 の光ってる部分を見ても、うんうん、それを埋められないって言ってましたからね。そうそうそう、そのマイナス面が埋められない、はい、はい。なんでもしかしたらこの話の中で、うん、KH さんはタイプ8では、うん、8かもしれない、8かもしれない、うん、まあ、8がダメってわけじゃないですからね。もちろんで、もしか KH さんが8だとすると、うん、いや、この常に健全度に高いタイプ8、うん、そうそうそう、それ素晴らしいじゃないですかっていう話ですよね。2に見える8ってことですからね。そうそう、それは素晴らしいと思いますと、うん、ぜひそれを続けてくださいと、うんうん、そう、だから健全度が高い8かもしれないですよね、はい、周りの人からもそうやって威圧感がないって思われてるんだったら、そう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 、うん、素晴らしいと思います。素晴らしいと思います、はい、いかがでしたでしょうか、はい、もしかまた何かあれば、おっしゃっていただければ、はい、コメントいただければ、はいはい、また取り上げたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。